グリモワール、グリモワールとは、フランス語で魔術の書物を意味し、特にヨーロッパでルフした魔術書を指す。グリモは、グリモアとも表記される。王儀書、魔道書、魔道書、魔法書とも言う。類義語に、黒本、黒書、ブラックブックスがある。競技では、悪魔や精霊、天使などを呼び出して、願い事を叶えさせる手順、そのために必要な魔法縁や、 ペンタクルやシジルのデザインが記された書物を指すが、魔術を行う、側の立場から書かれた悪魔学書、魔術や呪術などに関する知識、奥義を記した古文書、書物全般のことを指す場合もある。ソロモンの鍵、ソロモンの小さな鍵、黒いメス鳥などが有名で、特に大奥義書の遺本、石流に加えられた黒いメス鳥を使った、 召喚儀式に登場する、エロイム・エス・サイム・ワは求め訴えたり、エロイム、エスム、フリューゲティバイアップレイビという呪文は、魔界天章や、悪魔君、四月は、君の嘘などの作品に取り入れられ、日本でも有名である。グリモワールは、主として、中世後期から19世紀までヨーロッパでルフした、魔術の手引書、指南書、貧乱を指す。霊的存在の力を利用する。 心霊魔術、ディモニックマジークや、高霊術、ネクリメッシーに関するものが多く、儀式、呪文、護符、呪具の作成法、儀式魔術に関連する、奇心学の記述などを、主な内容としている。また、手術だったな、まじないのレシピ集のようなものもグリモワール分類される。グリモワールとそうでない魔術書を春別する絶対、基準はないが、ヘルメス主義やネオプラトニズムに基づく。 哲学的な魔術論や、錬金術や先星術、博物学的な自然魔術の知識の記述を主眼とした書物、アグリッパのインピ哲学、ジョルダーノ・ブルーノの魔術論、デッタ・ポルタの自然魔術などは通常、グリモワールと呼ばれない。AE ウェイトは著書、黒魔術の書の中で、グリモワールと黒魔術的でない魔術書案に区別し、ホノリウスの誓いの書は、 グリモワールではないとしている。グリモワール、グリーンウォーという言葉の由来については、文法、書を意味するフランス語のグロメアから派生したとの説が有力である。フランスではかつてグロメアは、ラテン語で書かれた書物を指した。中世ヨーロッパで、文法、グロマーティカといえば、ラテン語の文法や教養を意味したが、一般の人々にとって、ラテン語は、 聖職者などの限られた人だけが読める、ちんぷんかんぷんなものであった。民衆の中で、しばしば、文法と、魔法が関連付けられたであろうことは、イギリスで、グラマーの異形、グラムリが魔法の意味で用いられたという事実からも記知される。グリモワールという言葉が普及したであろう18世紀の、フランスでは、民衆語で書かれた連歌本の出版が盛んで、 その中には通俗的な魔法書も少なからずあった。そのような魔法書の大衆化傾向にあっても、依然として、ラテン語で書かれた魔法書の写本も留布してい。フランス語では、グリーンウォーという言葉は、わけのわからない書物、半読不能な文字の比喩としても用いられる。しばしば、グリムワールは中世のヨーロッパで書かれたと言われるが、必ずしもそうではない。13世紀前半には、 パリの司教が1267年頃にはロジャー・ベーコンがこうした書物に言及してお、中世世紀後半の12から13世紀頃には今日グリモワールと呼ばれているような書物がすでにあったことがわかる。しかし現存する写本や漢本の多くは17世紀以降のもので中世に書かれたものは例外的である。ソロモンの鍵の現存する写本の多くは十七から十八世紀の ものであり、レメゲトンの現存する最古の版は1641年のものである。現存するクリモワールの中には、中世を起源とする書物の近世における遺本と考えられるものもあるが、原意付けのために、中世、あるいは古代に記された原点を現代語訳したものと、自称していい、近世、近代の産物も多いと考えてよい。キリスト教徒とイスラム教徒とユダヤ教徒の文化が、 共存していた12から13世紀のイベリア半島やシチリアではアラビア語の書物が盛んにラテン語に翻訳された。その中には中世アラビアのヘレニズム的魔術を修正したガーヤとアルイコールハキームや自然魔術的な内容を含む二世アリストテレスの奇中の日などもあった。中世ユダヤの魔術書天使ラジエルの書もこの時期にラテン語訳が作られている。 こうしてもたらされた先生術や魔術の知識はヨーロッパのキリスト教徒に刺激を与えキリスト教的要素を持つ新しい魔術書がヨーロッパで生み出されることとなった。ロジャー・ベーコンやアルベルトゥス・マグヌスといった中世の著述家の残した記述からフランスやドイツで当時で回っていた様々な魔術書の名を知ることができる。12世紀のキリスト教を背景として13世紀頃までに 生まれた中世キリスト教的な魔術のジャンル、アルスの鳥については、50種類以上の写本が伝存している。中世においては、こうした書物は、主として、聖職者や学者、学生など、ラテン語の読み書きができる多少なりとも、教養のある人々に読まれ、写本の形でルフしていた。これらの書物に記された、儀式魔術は、識字者による識字者のための魔術であり、 民間に交渉で伝えられる民衆魔術と対比される。そのことはヨーロッパ中世において儀式魔術の担い手の多くが聖職であったことを意味する。儀式魔術は悪霊と交渉する異端的なものとしてトマス・アクイナスなどの神学者から非難されていたが一部の聖職者は魔術に手を染めていた。例えば12世紀のヘンリー2世の頃の学僧は少年の頃 鏡を使った魔術を行う神父に霊死者の役をさせられたという、高霊術を行った角で告発された聖職者の宗教裁判の記録は数多く残っており、その中には死教も含まれる。修道士、下級聖職者、小教区の司祭や助人司祭といった末端の聖職者は進学には比較的無知であったかもしれないが、 キリスト教の天礼に通じており、その知識を儀式魔術に転用することができた。中世宗教史の研究者、リチャード・キークヘファーは、会の聖職階級の一つであった、払い増しに除外されたことのある者の,の中には、道を外れて悪魔を呼び出そうとする者もいたのではないかと、指摘している。冬の間だけ大学で学び、夏は流浪し、農民に魔術の力を吹い調して、 以下様を働く貧乏放浪学生もいた。魔女狩りの時代には大っぴらに、グリモワールを作ったり所持することはできなかったが、異性の愛を得る、財宝を発見するなどの世俗的な目的の魔術は、人々の間で需要があった。17世紀から18世紀は、宝探しが盛んな時代であったが、隠された財宝は、精霊や幽霊に守られているとの伝承があり、宝探しには、 魔術が有効と考えられていた。そのため、一角千金が狙えるグリモアールは高値で取引されたという。近代には一般民衆の識字率が上がり、手術のまじないを寄せ集めた通俗的な魔術本が出版されるようになった。かつては聖職者や大学人や宮廷人のものであった。魔法書は16世紀頃から医師、弁護士、 軍人といった信仰インテリ層にも広がり始め、さらには職人や商人といった一般の人々も所持する民衆的書物となった。イングランドでカニングマンと呼ばれたような民間の占い師や治療師もグリモワールに図示されたゴフなどを利用するようになった。フランスでは17世紀から18世紀に行商人によって 青本という民衆本が売り裁かれたが、その中には通俗的な魔術書の類いも多かった。ドイツでは18世紀に一般民衆を対象とした家父長のための書物と呼ばれる実用書の出版が盛んになったが、その一環として魔術書も出回るようになった。しかし魔法書は自分で筆写したものでなければ力あるものと、 ならないという考えも根強く、印刷されたものでない手書き写本の魔法書が多く用いられていた。グリモワールという言葉が生まれる、ずっと前のものであるが、古代後期のヘレニズム文化に属するエジプトの魔術パピルス文書が多数見つかっており、それらはカール・プライゼン・ダンツによって、ギリシア語魔術文書、パパイライ・グレイア・ケイ・マジケイ、略称 PGM として修正された。 20世紀の英語圏では幻想文学に触発されて新たなフリモアールが生み出された。ラブクラフトの小説に登場する架空の書物、ネクロノミコンを実際に作り上げようと試みたり、ネクロノミコンに固くした本がいくつか出版されている。その中で魔術書の体裁を取ったものを以下に挙げる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。